ジェームズ・ルイス・フレゴ氏は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンフランシスコ出身の元プロ野球選手、監督、ウ藤右打ち、1960年に、ボストン・レッドソックスと契約して、プロ入り。オフのエクスパンションドラフトで、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、移籍。翌1961年にメジャーデビュー。1963年より、声優劇手となり、 1964年と1966年から1970年の5年連続で、計6度オールスター選出を果たしている。1964年7月28日と1968年5月20日には、サイクルアンダを達成している。1971年12月10日に、ノーラン・ライアン、リロイ・スタントン・タニ選手とのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍した。 フレゴシはエンゼルス時代のように活躍できず、ライアンは遺跡をきっかけに急死に残る大投手となったため、このトレードはメッツにとって史上最悪のものと言われることになる。その後はテキサスレンジャーズとピッツバーグパイレーツでプレーし、1978年5月31日に後日の監督就任を依頼されたため、20試合に出場したところで現役引退。 1978年6月1日に前任のデーブ・ガルシアが解任されたため、エンゼルスの監督に就任。翌1979年には、球団史上初の地区優勝をもたらしている。なお、就任から、この1979年まで、かつてトレード相手だったライアンとは、選手と監督の関係であった。エンゼルスでは1981年途中まで指揮を取り、 その後は、セントルイスカーチナルス参加のトリプル A 級、ルイビルレッドバーズ、シカゴホワイトソックス、フィラデルフィアフィリーズ、トロントブルージェイズにて監督を歴任、また、サンフランシスコジャイアンツの GM 補佐、アトランタブレイブスとフィリーズのスカウトを歴任している。とりわけ、フィリーズの監督だった1993年には、チームをナショナルリーグ優勝とワールドシリーズ進出へ導いた。 フレゴシのエンゼルス在籍時の背番号11、アナハイムエンゼルスの永久欠番に1998年指定。1998年にフルスエンゼルスはフレゴシの在籍時の背番号11を永久欠番に指定した。2014年2月14日、ケーマン諸島クルージング中に脳卒中で倒れ。 急ぎマイアミの病院に運ばれたが緊急治療も虚しく死去した。71歳を打つ。ありがとうございます。